3、2、1、GO! まずは楽に歩きましょう。できるだけ腕を振って足は水平まで上げる意識で歩いてください。3、2、1、OK! 足を大きく開いて体を左右にひねりましょう。3、2、1、GO! 体重を左右に移しましょう。体重を移した時に足は少し曲げましょう。3、2、1、OK! 足の幅はそのまま、やじろべえのように横に動きましょう。3、2、1、GO! 足を上げたら軽く一回止まってみて。3、2、1、OK! かかとを上げてからゆっくりお尻を下げるよ。上がったらかかとを下ろす。3、2、1、GO! 体はまっすぐでお尻をまっすぐ下ろしましょう。3、2、1、OK! 体の中心を軸に腕を振りましょう。3、2、1、GO! 肩甲骨を動かす意識で腕を振りましょう。3、2、1、OK! 斜めに足を上げたら体をひねります。3、2、1、GO! 足は高く上げた方が反り腰解消にぴったりです。足を高く上げてしっかりひねればお腹も引っ込むよ。3、2、1、OK! 足を振ってももの筋肉を緩めましょう。3、2、1、GO! 余裕があれば手もブルブル振りましょう。3、2、1、OK! ももはまっすぐ上げて体をひねりましょう。3、2、1、GO! ももは水平よりも高く上げる意識です。
3、2、1、 OK。 足を開いたらつま先タッチをします。3、2、1、 GO。 タッチする方の足を少し曲げて前かがみです。かがんだら胸を張りながら起き上がりましょう。3、2、1、 OK。 手は腰に置いて少し膝を曲げ前かがみしたら起き上がります。3、2、1、 GO。 起き上がるときは胸を張りましょう。3、2、1、 OK。 グッドラック。